翌日？誰かいるよ。ね。どういいう？る？どういう立ち方やねん。ちょっと上向いちゃってるし。大丈夫この人。あ、受付にいた人か。はあはあはあ。問題があると思うんです。うん、誰も誰いもないかっなたかった。ね。サチエさん何か知ってるんですかね。あ、日誌。日記か。また休暇を取ったの。彼女を訪ねてみる。いけそうにないから見てきてちょうだい。はい。どこ向いてんだよ、この人。怖いな。あ、西とかあんのかな？なさない。そうだね。行ってみっか。どこにいるんだか知らんけど。まだ準備できてない。なんかあるんだ。お。家の匂い？あ、臭いって言って。言ってたね。悪臭を取り除こうと思う。認知症になっているなんて知らなかった。そうでないにしてもあまり話さない。あんまちょくちょく言ってなかったってことなんかね。ね、大丈夫になるといいけど。今日家にいるはずだったけど、土壇場でいる。いられないっいて。られないって、今日はいつもそいつ。早く知らせることを強く願う。仕方がない。文句なんか言わない方がいい。ゴミを出してみて、芳香剤を使った。機能しない。腐ったものの匂いがする。腐ったものの匂い。そいつさんも家にはいない。外の地面に横たわっていた。壁を引っかく音や天井を叩く音が聞こえる。音がどこから来ているのかを確認してみる。でもどこにもない。それにしてもこの匂い。匂いがどこから来ているのか見当もつかない。家のすべすてべがて。私を狂わせている。5日目、2階の部屋。おばあちゃん？なんでここにいるの？何してるの？嘘でしょ？なんかすごく寒い。でもきっとただの病気だ。明日は仕事に行かない方がいいかも。ああ、最後に。ああ、最後に見たやつか。おそばあれちゃんなで、んだね。仕事ばっくれてる状態か。ねえ。大丈夫かなって、そりゃ気になるわね。ああ、サチエさんとこ行ってみよう。確か近くに住んでいるはず。前聞いた話だと近くに住んでいるって。ざっくりしすぎじゃない？それ。ねえ、近くに住んでるんで家が分かったらすごいわ。ねえ。私が覚えていることは近くに住んでいて、この地域で最も高いアパートに住んでいるということ。高いアパート。あ、そっか。あれ、こうやってカーソル合わせると見えなくなるけど。ああ、なんかあるね、高いの。ね。あ、す。今まで音してなかったじゃん。こっち。赤信号は渡っちゃいけません。すいません。行けるようになってるのかな？あ、あれでかな。も、もう。あ、人がいる。なんだ？怖い怖い。
入らせてくんないよ、この人。通させないと。なんで？知り合いがいるんですか？ダメだ！急いでて。父さん！あの女と同じ制服を着ている。おう。だから通すことはできない。どうしてですか？制服の人と何かあったんですか？何のつもりだって。そうまでして通りたいのか？仕方ない。お前が俺にじゃんけんで勝ったら通してやらんでもない。なんだ、遊びたかっただけか。え？ってなるよな、そりゃ。ふざけないでって怒るわぞ。黙って俺の言うこと聞け。逆らうなら通さんぞ。横暴だな。いや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 。戦うスタイルじゃねえか。じゃんけんのスタイルじゃないよね、これね。ちょっと指曲げて。独特だね。ねえ、独特だね。行くぞって言ってグーで殴られるんじゃねえの、これ。最初はグー、じゃんけん、ポン。え。じゃあパーにしてみようかな。パーで受け流す。チョキかい！ 気合いく足りなさすぎだろ。そー。勝つ気あんのかよって。通さないからな。これグーでいいかな。パーかい！お前弱すぎ。俺の勝ちだからな。通すことはできん。パねー。チョキかい！チョキじゃないと加点的な？ポン、チョキ。スンってなった どうした？そんな、はっていう感じの、なんてスこンっと。てなっちゃった。お前強すぎだろって。いや、結構負けてたけどね。負けてたけどね。ああ、いや、なんでも。じゃんけんだけで本当に取れるって思っちょ、たのふか。ざけんなよって。そんなわけあるかって。 こねのじ親れる。父。約束と違う。条件がある。今から言うものを持ってこい。耳の穴かっぽじってよく聞け。なんだ。薬を持ってこい。薬、とぼけるな。俺は、お前と同じ女からもらってるんだ。でもあの女最近おかしいから俺に被害が及び、何の薬持ってない。あいつはサイコパスだ。こいつ、この親父もサイコパスだよ。あなたがそれを言うんですかって。そうなるよね。ねああ、それであの薬箱か。え。ああ、薬品棚開いてたもんね。ねえ、遠いんだよ。そうだよ。あ、青信号。関心が。青だね。違う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 、こっちは。何持ってかせるんだ？なんなんだ、あのおじさん。ただいまー。こっちだねえ。ね。おい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 。あんた麻薬だぜ、これ。いや、モルヒネって。まあ、すんってなったままだ。はいよ。これだ。この感じ。たまんねえ。いっちゃってんじゃねえかよ、もああ、行っちゃってるわ。う。やべえことしちゃったな。ねいきなりそこに行く必要はないって言われちゃった。入れるの？はい。え。え、いきなり入っちゃうんだ。入っちゃったけど。ななんんかかいたろくいろさあんある。るね。お茶の箱。取っちゃった。やかん取っちゃっあら。た。マグカップは取らないお茶入れるんだ。ね。ついて早々いきなりお茶入れるんだ。ね。こうか。あ、入れたけど。つけるわけじゃないんだね。冷蔵庫ねえ。開きっぱなしだし。このお茶何の意味があったんだろうか。
暗っ。あ、いる。ははは。勝手にお茶入れて。あ、これがある。怖い怖い。ねえ、怖っ。ちょっとマグカップ用意しといて。あげる。はい。てんてんてん。大丈夫ですか？とても寒い。あら、風邪をひいただけだと思うから。そうなんですね。聞きたいことがあってここに来ました。仕事のメモを読みました。それで宗一さんに何があったんですか？家族はどうなったんですか？どうして？って怖い怖い。ねえ、何がどうなってるんですか？どうして？すいません、言い忘れました。担当しているからです。出て行って、出て行って、関わりたくない。猿。怖いもの見ちゃった。ああなっちゃったんだね。入る。何？あ、あ、あ、え、発狂して飛び降りちゃったよ。あら、いや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 、この人は誰もいない。なんだろうこの気持ち。急がなきゃいけない気がする。みんなどっか行っちゃったんだね。ねえ、怖っ。何もないか。雨。すごい雨だな、なんかこれ。ねえ、びしょ濡れだよこれ。ねえ。へえ。そしてなんで誰もいなくなっちゃったの。ねえ。怖っ。土砂降りだよ。ねえ。でも発狂して飛び降りるほどだからね。うん。行きたくないけどな、俺だったら。私も行きたくないな。自分はもう行きませんってなるよね。うん。おお、うるさいうるさい。いるわけないよね。怖い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 。怖い怖い。びっくりした。ゴミ袋でさえ怖い。ねえ。うん。お、なんかネズミがいる。あら。マットレスを破く。え？どうした？え、な、何取った？車の鍵だって。なんで？なんで血が出てきたのかとか、そういうのはいいの？ねえ、本当だよね。うん。意味がわからん。
ねえ。どういうこと？車の鍵。車って廃車になってたやつ？外にあったやつじゃないの？こんな雨に。これか。鍵。おお。ジャッキ。ジャッキだって。何使うんだろう。ねえ、雨が濡れるから中に。中に。とりあえず何かしら調べて、他に物がないかだよね。上？あ、上はもういけないんだ。登れないんだ。トイレはないね。あ、カードがあった。うるさい、うるさい。あ、中身を取っちゃった、勝手に。あら。ジャッキ用のハンドル、そんなもんが届いてたの？ねえ、何のために？こっち見たし、見たし。あとは上か。ジャッキでここは違うもんね。ジャッキで上の開かなかった襖開けんじゃないの？あー、なるほどね。そうか、忘れてた。間に挟んでみたいな。いろいろ怖い。いろいろ当たっちゃうのが怖い。2つあるわ。ねえ。覗いてみる。これは？開ける方法はないか。強制的に開けるしかなさそうです。やっぱそうだ。怖ジャッキ？ジャッキじゃないの？あ、ジャッキなくなった。じゃあハンドル、あ、ここにジャッキがあるのか、下に。ああ、なるほど。これか。使用しますか。怖っ。怖。怖いな。なんかいきなり出てきたりしないの？それ一番苦手なやつみたいダーンとかってさ、でっかい音で。な。ねぐちゃぐちゃ。え。ねえ。バール。血まみれのメモ。幸運は床の下にたまる。ああ、畳。ああ。これ仏壇じゃね？てんてん形てん。的には仏壇っぽい。ねえ。仏壇がさ、こういう風になってるって怖くない？怖い。このバールで畳か。じゃないの？なるほどね。なるほどね。うわー、もうなんか鳥肌が。ああ、これか。こじ開ける。
おお。ええ。どういうこと？降りる。降りたくねえな。私なら行かない。